はい、こんにちは、赤丸です。今日は色違いのヒヒダルマを使っていきたいと思います。見て、この緑。やばくない？なんか思っとったのは違ったんやけど、こいつの色違い。もうちょっとなんかね、違う色かなと思っとったのになんか緑でしたね。まあ知ってたんですけど、なんか海外勢でね、使ってる人いて、中国人かな。お前顔怖えな。いや、ちょっと怖いよ、お前マジで。ちょっと笑顔見せて、笑顔。ウェーイ。 フェイントね、フェイント。これみんなも真似していいよ。こうやって敵が攻撃しようとした時にこう、あ、見てた。いや、まあいいや。 お前そのとぼけた顔やめろマジで。 うぜえな、お前。クラ、もうやばいやべえな。ちょっとニックネームがバレたらやばい。こうニックネームは内緒ということで、よろしくお願いします。え、くわえるんかい、お前。タラコ唇やな、お前。 お前ダウンタウンのもう浜田か、お前。もう。 おいおい、手で拾えよ、お前。かわいい、かわいい、どこ行けと、お前。おお、笑顔がかわいいな、お前。じゃあね、今日こいつ使っていきます。本当はね、今巷で流行ってる春太鼓型のやつ使いたかったんですけど、色違いの特性が違ったんで、ちょっととりあえずこいつから使っていってやろうかなと思って。まあそのうちね、ゴリ夢中じゃない方のだるまモードのね、ひきだるまも、ちょっと色違い厳選していこうと思うんで、まあ、その時はその時で出そうと思います。じゃあ、対戦の方へ、ゴー！はい、対戦の方でいきたいと思います。さっき3万8000円やったのにさ、いっぱいして、ちょっと4万2000円やが落ちちゃいました。うわ、これ負けたくね。マジで負けたくね。で、ひきだるまですね。こいつが今日のメイン。本当はね、メインを一番上にしたいんですけど、うちドヒドイデが来ちゃったんで、もうエースドヒドイデが来ちゃったんで、でも最近の選出率悪いな。あ、でも今日出せそうな気がする。うわー、マジで草結びを押さえてくればよかった。ヒヒダルマって草結びを覚えるらしくて、草結びを覚えさせるか迷ったんですけど、絶対トリフォトンがきついんですよ。いや、トリフォトンは毒毒で殺します。で、まあ、確定でならドヒドイデ出さないといけなくなって、で、立ちつくぐまがきついんですよね。悪タイプに何が抜群かわからんじゃけど。まあ、いいや、それは置いといて、まあ、カビゴンも毒殺、免疫じゃなかったら毒殺できる、サーナイトも毒殺、あ、もう全部毒殺でいいや。もう毒殺戦法になってしまった。で、とりあえず今回のメインのヒヒダルマ、まあ、バカリキ持ってるんで、カビゴンごとき殺せると思うんで、まあ、ダイナックルして潰す、バイウルも、まあ、なんとかして潰す。こいつ、モフモフなんでね、炎がいいんですけど、炎タイプいないんですよ、うちのタイプ。で、まあ、最後は、オノノクスか、ドラパルトなんですけど、あ、どっちやろう、あいつの、あいつ。天然っぽいんで、天然でも毒殺できるか。なんか、とりあえず、ストリンダー最近出してないんで、ストリンダー出していきます。マジこいつかわいそう。しかもこいつだけ通常食っていうね、このパーティー唯一の通常食。マジでかわいそう。手ぬぐいさん、対戦よろしくお願いします。50-50。よし、勝負だ。まあ、今日はね、なんで、まあなんか、本当は他のね、色違い使いたいんやけどさ、全然最近出らんね。あ、バイウール何してくるんやろ。コットンガードずっと使ってくるんかな。それはだるいんで、速攻で毒入れます。毒さえ入れたらもうこっちの勝ちなんでね、受けなんて。はい。アーマーガー以外には、ドヒドイデが一番強いです。はい。毒殺できるんで。鋼体ボッタっけ、向こう。カビ。免疫かな。まあ、これで、なんか把握できとくのも、美味しいですね。おー、免疫カビゴンなんや。珍しい。優秀ですね。まあ、ここを一瞬で、変えてくるあたり、ちゃんとしたトレーナーですね、相手は。で、ここカビゴンなんですけど、どうしようかな。でも相手も2匹見えたよね。1匹受けポケ。もう1匹はなんかようわからん。こいつがエースなんかな。もう1匹見たいな。ここ1回、いやでもだるいな。なんかされてもだるいんで。どうしよう、ここは。ここはどうしよう。こいつに引くっていうのもあるな、1回。引いて挑発入れてなんかするっていうのもあり。だけど、ヒヒダルマ引いていいかな。まあ、ここはなんか、この技とか絶対相手は打ってこないと思うんで。もうヒヒダルマ出して大魔切ってぶちのめす作戦でいきます。
どんぐらい入るんやろ、カビゴンに。カビゴンもダイマックス切ってきたりせんかな。したら楽ちんなんで。おー、ナリパン。ナリパンパンパン。マヒンナ。オーケー。で、ここは、どうしよう。いや、ダイマ切りたいけどさ、相手がなんか、引っ込めてくる読みで、トンボ返り打ちたいんですけど、待って、相手誰だったっけ？さっきは、バイウルか、バイウルならいっか、別に、バカ力で。まあ、バカ力しときます。とりあえずのバカ力。あ、突っ込んでくるんや、ここ。へえ、なら私もダイマ切ればよかったな。落とされたらどうしよう、ワンパンで。だるいな。あ、でも炎のパンチ持っとるっちゃんね、こういうカビゴン。そうそうそう、なんかね、3色パンチ持っとうカビゴンが、時々いたんですよ、3分の時にも。いや、それかな、免疫の3色パンチカビゴン。これは絶対倒せない。あ、でもいいダメージ入ったけど、でもこれは結構、やばい。炎のパンチ持ってたら、ナックル格闘死んだくせえぞ、これ。いやー、ダイマ切ればよかったな。チキったな。急所は無駄ですね、これ。カビゴンのパワーは、まあ、伊達じゃないんで、まあ、余裕で倒されると。これどうしよう。これどうしましょう。いやどうしようかな。まあ、こいつしかないんですよ。もう道は。カビゴン潰したらいけそうな気するけどな、なんか。で、ストリンダーの方が絶対早いんで、ここは、本当はダイマ切らずに、なんかしたいんですけど、持ち物が、あれなんですよ、ノゾスプレー。これは初期からずっと変えてないですね。こいつの持ち物は何でもいいやってことで、とりあえずノゾスプレー持たせてるんですけど、これはだるいな。第3打、じゃあ確実に落ちないんですよ。向こう特防高いんでね、特防高いで有名なんで、第3打、大ウォール、第3打で。私の、道はこれしかないっていうことで。まあ、一発耐えるの前提なんですけど、A が1段階上がったカビゴンの攻撃を果たしてこいつは耐えることができるのだろうか。てか自信持ってそうな気がするんやけど、普通にカビゴンって言ったら。カビゴンって言ったら自信持っとるイメージしかない。だってさ、自信、あ、でも、さっきの対面、ナミリパン打ってきたってことは自信ないんかな。第3打、まあ、知らねえよ、これは。絶対に落ちないです、これは。ほらね。ほらね。でも、これで、エレキフィールド貼って、HP の下がったカビゴンごときやったら、ワンチャン飛ばせる説があるんで、大バーン。大バーンなんや。落ちないっすよ、絶対。そんなんで落ちたら、困ります。で、ここでなんか相手はしてくるわけですけど、ここはとりあえず、大ウォールします。相手のカビゴンの、あれ枯らしとかないときついんで。はい。きついんで、普通に。で、ダイバーンは止める。で、次、まあ、第3打を落として、カビゴン削って、まあ、なんとかしたいんですけど、こうカビゴン引かれたらだるいな。まあ、とりあえず第3打打っときます。これで落とせるんかな、カビゴンっていうか思ったけど。落とせる気せんちゃけど。まあ、言うて、微妙、微妙臭い。うわ、全然入ってねえ。まあ、いいや、まあ、いいや。レイパン。レイパン耐えます。で、次、私、先制で動けるじゃないですか。だから、ノドスプレーがここで生きると。ここは、普通に、オーバードライブでいっか。別に裏に引かれてなんか困るもんいないし、オーバードライブでいきます。で、特攻1段階上げます、これで。さすがに落ちます。よしよしよし。カビゴン強すぎ。で、1段階、C が上がります。でも、向こうの裏のポケモンがトリトドンなトリトドンが出てきそうな感じがものすごくする。立ちふさぐま来ました。これはしんどい。向こうはね、あれなんですよ。素早さ種族値95ぐらいあって、まあ絶対上取れないんですけど、まあここ挑発でも打っとくか。畑落とされるのが一番だるいんで。お、上取り通し。ちょ、待って待って、怖い怖い怖い。畑、落ちた。あ、畑って意味ねえか。思ったけど、今思ったけど。で、不意打ちとかなんか。いや、トリックとかされるのが一番だるかったけんね。
ここは普通にオーバードライブで、なんとかします。オッケーオッケー。不意打ちされるからどうしようと思ったけど、意外と、まあなんとかなった感じはあるな。から元気。これはしんどい。どうしよう。どうしよう。いやー、再生 PP 増やしてないっちゃん、この子。昔の個体は増やしてたんですけど、この子だけ増やしてなくて、PP を。どうしようかな。どうしようかな。ここは、再生連打で焼けて死ぬのを待つか、一発殴るかなんですけど、ここは再生安定ですね。向こうが叩き落とす多分してくるんで。あ、から元気なんや。え、大変かな。あー、全然やばい。受かってない。あ、急所ならいい。急所ならいい。急所ならまだ耐えれる、全然。急所なら耐えれます。再生連打。しかない。いや、やばいな、これ受かってなくね？受かってなくね、これ。いや、から元気、何してくるんやろ。トリックとかされてもだるい。あ、トリック。トリック。うわ、だる。お前、だる。くそだり。いやー、ミスったな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 ー、これ。ミスったなー、これ。ギヒヒダルも何もしてねーし。私のダイマックスキルとこう、打ち切ったせいで、かなり、きついと。あ、ここは熱湯で落としに行くしかない。から元気。うーわ、これはきつい。やけど込みで落ちるね。いやバユールなんかしてこんかな。なんか壁張るみたいな。してこんかな。バグでバグってなんかしてきてくれんかな。バユール、やばいなこれ、やばいなこれ。普通にやばすぎてハゲそうなんやけど。どうしようこれ。バユールって何。あ、なんか捨て身とかあるんかな。ボディープレス。あ、死んだ。死んだぞ、これ。あ、耐えた耐えた耐えた。え、これ受かってね、受かってね、これ。え、急所でこれ。え、受かっと受かっと。受かっと受かっと、これは受かってます。え、やったやった、これは。これはまだいける。あ、やけど、あ、やけどだるいな。え、やけどだるい理由。あ、やけどでいっか、別に相手物理技しかないんやろ。あー、オッケーオッケーオッケー。本当は毒毒でぶち殺したいなと思ったんですけど、まあ、毒毒なくて、まあ、うちのドヒドイデが、コットンガード。あ、コットンガードね、コットンガード。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ、まだいい、まだいい。あー、これで、B を上げていく作戦ね。オッケーオッケー。理解した。でも、私には黒いキルという、もう最強タクティクスな技が、ドヒドイデっていうポケモンにはあるんで、なん最強タクティクスって気持ち悪い。でも、これで、さっきやっと、あれになったんで、あとは黒切り連打でいっか。めんどくさいんで。もう早くやな、ここ。コットンガード。そんな無駄ですよ。うちのドヒドイド舐めないでほしいな。どんなポケモンにも対応できるよ、この黒切り。トギキッスが積んできたとしても、耐えていく。このね、最強の技があるんで、こっちには。あとは黒切り連打で勝てるね。多分、あれ、降参やな、相手。降参するしかない。やったぜ。ドヒドイで強すぎ。よっしゃ。あ、対戦ありがとうございました、ね。はい、やっていきたいと思います。桃太郎さん。まあ、今私4万2000円ぐらいまで落ちたんで、まあなんとかしていきます。カットロトムがいるんで、ドヒドイでは出せなくて、でもブラッキー倒す、あ、でもね、意味ないっちゃんね、あんまり。ドヒドの通りが良くないな。ドヒド。で、絶対カットロトムが出てくると思うし、カットロトムでも倒せるオノノクスは絶対連れていく。ドラパルと、初手ドラパルと、オノノクス、あと一匹。いや、いいわ、いいわ、これでいいわ。リザードンに、いや、リザードンに1大ジェットで、ヒヒタルも抜けんわ。リザードン素早い接続し100やけん。抜けんけど、まあ、ブラッキャ、これ相手のパーティーと噛み合ってねえな、私のパーティー。強えもん相手。桃太郎っす。わあ、かっけえな。208。俺、三条、みたいな。めっちゃかっけえ。桃太郎好きなんですよ、僕、普通に。仮面ライダーでね、一番好きなのが電王なんで、電王ぐらいしか見たことないか。うーわ、これ出し負け。いや、出し負け。
いやね、普通にダイジェット使われて積むんですよ、こっちは。でも、今何連れてきたっけ、うち。あー、ドヒト連れてきとけばよかったなーってのが一番でかい。けど、ここは、どうしよう。ダイブする？いやいや、トンボ。普通にトンボ、絶対ダイマ切ってくると思うけど、ほらね。ダイジェットしたいだろ、お前。ダイジェットしたいんだろ、お前。わかってるぞ、俺は。あー、やべえなー。久しぶりに俺っていう一人称使いましたね。最近、てか、私っていつも言ったり、僕って言ったりするんですけど、なんかね、最近配信で、なんで私とか言うと、みたいに言われること多いんで、ちょっとね、俺っていうように気を使ってますね。はい。で、命の玉ってのがバレていく。でも、ダイジェット一発耐えて、返しのガンプでぶちのめしていく。あー、でもオノノクスここで切ったらだるいな。直機持ってるんで、ある程度大丈夫やけどな。あー、わかんねえ。あ、ドラグーン、あ、死んだ。死んだ、死んだ、死んだ、死んだ。あ、いや、オッケー。え、耐えるし。お前耐えるんかい。でもここは落ちた方がよかったな。ものすごく落ちた方がよかった、これ。なんでかっていうと、ダイジェットの起点にされるだけなんで。うーわ、だる。普通にダイジェットの起点にされて、だるいんで。うーわ。お前、なんなん、その微妙な耐久。マジでいらんかった。うーわ。ここで無駄な耐久が生きてしまった。くそ。くそ、マジうぜ。ダイジェットされたら勝てねえよ。誰にも勝てねえよ。勝てねえよ。なんとなく火玉が出したんですけど、これはダイマックス切っちゃう？切ったがいいな、これ。なんでかっていうと、あ、でも意味ねえわ。負けた、これ。あ、負けた。すべてがもう去ってしまったな、これ。リザードン一匹にすべてが終わってしまった。初手リザードンか。考えてなかったな。いや、私はめっちゃ初手リザードン投げる人なんですよ。三文時代だったら。メガリザだったら投げるんですけど、メガリザじゃないのにお前投げてくるって相当勇気あるな。でもね、うちのね、ポケモンでね、リザードン止めれそうなやつおらんっていう。まあ、これは事案ですね。はい。で、これ、ね、なんでこれしたかっていうと、ダイバーンを、ちょっと枯らそうと思って、ダイバーンの左をね、ちょっと直したいなと思ったんですけど、結局、ドラパルトには、死んじゃうんで、あれで。あれで死んじゃうんですよ。ネタあれって言ってもわからんか。大ドラグーンで死んじゃうんで、意味ないと。くそがー、キャーク。これはしんどいですね。マジできちい。流派。まあまあ、そうやろうね。普通に流派打ってくると思ったよ。はぁ、あ。あ、桃太郎さんやっぱ勝てんわ。佐藤健イケメンすぎた。くそ。くそ、佐藤健。お前に負けるのか。て、私のさ、ポケモンさ、ほぼメスなんやけど。なんで？なんで？なんでそれ気になるんやけど、ものすごく。まあいいや、ここは、あんまり意味ないんですけど、ドラゴンアロー。あんまり意味ないけど、ドラゴンアロー。まあ、流派で落ちちゃうと。いやー、きついな。耐えたし、耐えたけどこれ意味ないんですよ。私、あと3回攻撃したら、確定で死ぬんで、命の玉で死ぬんで、相手は、もう勝ちましたね、これ。あ、あられもあったわ。自分のあられで余計首を絞めていくっていうね。ブラッキーなんて一撃で落とせねえよ。おい、弾で死んだわ。普通に守りやろ、相手。ああ、ナメプしてくれたね。ありがとう。ちょっとだけダメージ与えて、あとは、まあ、命で死にます。お疲れ様です。